このテレビは日本テレビ報道協会と、インターネットを使ったテレビ放送局であり、この JRP テレビはジャパンレボリューションパーティーの略ですから、日本を革命するという目的で我々は報道しているわけです。そういう中で今のこの国家戦略会議という番組においてはですね、どうしてもこの日本の政治体制を変えなければならないと、いろんな国民がおかしいと思いながらも、この政治体制ではなかなか変わらない、そして常に、外部から外国からの圧力、外国からの要求に簡単に日本の政府が応じてしまう、こういうことがあまりにもここ続きすぎて、日本の国がどんどんと痩せ細っていくというのは、国土が減るというのではなく、国民の資質が今まで筋肉もあり鍛えられ、戦闘技術もあり強かったものがどんどん骨まで細くなり、肉も衰え、そして戦略戦術も身についてない、非常に弱い民族に気がついたらなっている、もう今すでになっているかもわからない、いうことについてですね、我々は訴えてるわけです。そういう意味でなぜだとおかしいと思う中の一つ、一番は大きなテーマだと思うけれども、日本のセントラルバンク、国営銀行であるべきものが、日本銀行が民間銀行としてジャスラックに乗馬されているということについてですね、今日のゲストで来ていただいておる、よくにさんやと、よくにさんにご意見を伺いたい、前にも一度伺ったことあるけれども、改めてお願いいたします。はい、私もですね、先日フロード・ベンジャミンさんと対談などもさせていただき、この中央銀行制度ということについて勉強しております。そしてやはり分かったこととして、これは中央銀行制度、民間中央銀行制度というのは結局は借金奴隷制度、つまり民間銀行が儲かって政府が赤字となって、財政赤字となって借金が増えて、そして国民がそれを税金によって賄っているというか補っているというか、そうした借金奴隷制度であるということなんですね。この国に革命をやはり起こさないといけないと思います。そしてそのためにはですね、日本人お一人お一人が変わらないと、国を変えるためには日本人が変わらないといけない、やはり日本人の意識が変わらないといけない、日本人の心が変わらないといけない。その心を変えるためにはですね、どうかですね、まず自分たちが実は民間中央銀行制度という名の借金奴隷制度の中に生きている、実は奴隷状態に置かれているという事実を受け止めてほしいんですね。そしてですね、その次にやはりそれを受け止めたのならば、やはり先ほど長林先生がおっしゃったようにですね、かつては強かった日本人、それを思い出していただきたい、日本人が強いという、一人一人はみんな強いんだということを思い出していただきたい、言葉を変えればですね、強い信念を持っていただきたいということであり、あるいは不当不屈のですね、そういう精神を持つということなんですけれども、やはり腰に刀は刺さずとも心の中に刀を持っていただきたいと、そう願ってやまないんですね。革命を起こしていくためには、この国に対して私たち意識を変えて、私たちが心の中で刀を持ってこの時代に戦い、あるいは
この政府と、間違ったこの政府の制度と戦うということが大切です。そうすると必ずこの借金奴隷制度を打ち破ることができたら、民間の中央銀行制度を破ることができたら、財政赤字を流すとともに税金を減らしていけるんです。ベンジャミンも言ってるように、消費税あるいは所得税、国民健康保険料とか様々なものを減らしていくって、そうすると GDP 本当にですね、この国一人一人の年収も GDP も2倍3倍に増えていくことが本当にできると私は信じてやまないんです。そしてそういう時代が来た時に、またやはりですね、今パチンコしたりあるいはゲームばっかやったりとかして、そうした自分のことばっかり考えてる人も世の中多いでしょうけど、そういう時代にまた侍精神というか、あるいは武士道というか、そのですね、堕落に向かわないように、お金が持った、あるいは年収が2倍3倍になった、しかしそれで日本人が堕落してしまってはやはりならないので、その時にはやはりまた侍精神を、あるいは心の中に刀を持ち続けて、収入が増えて働く時間が3分の2とかに減ってもですね、勤勉に働くという日本人としてのですね、かつての日本人が持っていた美徳を忘れることなく生きることが大切なんじゃないかなと思います。はい、まあ、そういうことで、この日本の国はですね、一つの、毒の毒物が流れてくることによって、汚染されて、特に政治政界が汚染されている。その毒物はどこから流れてくるかといえば、やはりこれは入高等帝国から流れてくる。この入高等帝国はタックスヘブンという雑税する国を40数カ国に置いておる。世界中の印刷される紙幣が半分ぐらいはもうそこに全部吸い取られてしまったと。全世界の国家予算よりも大きな金を彼らは握った。それによって地球上における支配権を確立せんとする最終段階に入っておるのではないかと。で、最終段階に入れば今の70億の人類を10億ぐらいまで減らすと、いわゆる100年前の人口に戻して自分たちの楽園を作ろうという、まあ、こういう計画もあることはほぼ間違いないだろうと我々は思うわけです。まず最初に滅ばされるのは日本民族かもわからない。というのは、いわゆる日本民族は優秀だから、よく働くから、誠実だから、そして商売が上手だから、これを生かしておくと、またいつの時代か大きな力を持って世界中を脅かす、入高等の民族まで脅かすかもしれない。だから日本人がまず最初に犠牲になる立場ではないかと私が思うんだけども、いかがですかね。いや、もうすでに日本人がやはり一番犠牲になってると思います。アメリカのジョージア州にはジョージアガイドストーンなるものがあり、そこには世界の人口を5億人まで下げるということが70年代にですかね、建てられた石板ですけども、そんなものもあります。そうした中で、私今40歳ですけれども、その結婚していない人非常に多いですし、あるいは派遣社員として働いてて結婚できない同世代も多いですし、また結婚していても子供がいても一人ぐらいであったりとか、ですからもう時代がこのままの時代であったらば7000万人ぐらいの人口になる、あるいはもっともっと時代が下れば下がっていくということがやっぱり目に見えている。そして信じがたいことですけれども、彼らの計画というか、そういう国際銀行家たちの計画というのが非常に長いスパンで考えているんですよね。だから今日昨日でですね、物事が動いて突如変わるということじゃなくですね、もう時代をゆっくりゆっくり悪い方向に変えているという、この驚愕のですね、事実に
目覚めていただきたいんです。でそして侍精神ということを言いましたけどね、これ持たないということはどういうことかというと、このまま時代で流されていくということであり、彼らは明確にその借金奴隷制度を引いている、彼らは明確に私たちのことを奴隷だと思っているんです。あるいは家畜だと思っているんですよ。ですから私たち自身が奴隷じゃない、あるいは家畜じゃないっていうふうに思ったとしても、彼らがそう思っているのならある以上、侍精神を持ってこの時代に抗わないということはですね、言葉が悪いですけど、それ奴隷精神を持ってると言ってもね、過言じゃないと思うんです。ですから、もう二択しかないと思うんです。侍精神を持ちますか、あるいは奴隷精神を持ちますか、あるいは刀を心の中に持ちますか、それとも見えない鎖で縛られたまま、死んでいきますかという、この二択がね、私たちの目の前にある、中間はないと思います。まあ、そういうことで、我々が奴隷民族に化して、いずれ家畜になり殺される。こういうまあ宿命に今立っている。それから逃れる、奴隷から解放する、解放される。でそれを実行せんとするのは、ニューコート帝国。その宗教はユダヤ教。ユダヤ教の中の一部であると。全部ユダヤ教がそうではない、いわゆるアシュケナージ人のユダヤ教、まあ、俗に悪魔教だという人もおるし、カザールマフィアという人もおるし、まあ訳のわからん人たちだと。でそれの顔となっておるのがロスチャイルドだと、まあ、ロスチャイルドの看板がニューコートということです。これによって世界の金融銀行の支配権、マスコミの支配権、法律の支配権、まあありとあらゆる分野で大きな勢力を持っておることは事実です。そして戦争に負けた日本が71年72年の間に、教育によって我々の脳が、戦前の日本人の脳と戦後の日本人の脳は大きく作り変えられてしまったと。やはり奴隷民族としての脳に今変わってきておるとなれば、もう一回教育というものを作り直して、日本人の脳をもともとの日本人、本来の日本人の脳に戻さなければいけない。そのためには、今の教育システムを変えなきゃいかんと。まあ、昔は日本人は寺小屋だとか、そして、宗教的な影響による、まあ、思想、武士は武士道、その職人道であり、町人道であり、また任侠道であり、日本社会を構成する一つの道といういわゆる心がけ、心構えで一つの教育としてきた、こういうものが今なくなっているわけですから、やはり元へ戻すには、宗教がこの社会でどのような教育の担い手となるか、宗教、現代の宗教が教育の担い手となっているか、こういうことを思い返して、宗教の大同団結により日本人の頭を変える、日本人の精神を変えるということが私は大事だと思うわけだけども、この点についてはどんなもんでしょうか。そうですね、全くその通りだと思います。先ほど借金奴隷制度という話をいたしましたけれども、かつて、まあ、米国ですね、米国も日本よりも先にいわゆる国際銀行家たちに、支配侵略された国家ですけれども、その国に日本が敗れて、そして米国 GHQ がやってきた時に最初にやったことはやはりですね、日本を改造していくにあたり、あるいは破壊していくにあたり、やったことはやはり教育、宗教でした。神道司令というものを発令して、神道という日本のね、
中心にあった神道を隅にあり、宗教を公の場から取り除き、そして教育にあった儒教教育、修身とも言いましたけども、そしたら修身、身を治めるということを教える、あるいはその先に大学というものがあります。大学というのは大人の学問であり、人間を大人に育てる学問であり、また儒教の四書五教と言いますけれども、この中にある書物の一冊の名を大学というんですけれども、儒教です。ですから儒教も取り除き、儒教教育もなくし、神道指令をやり、そしてお坊さんたちが持っていた土地は取り上げられて、農地改革によって取り上げられて、坊さんたちを経済基盤を奪ってですね、宗教の衰退をさせられたんです。そして三越政策といって、そういうスポーツだとかスクリーンだとか、そうしたものを流行らせていって、日本人の意識をとにかく政治から背けて、そして堕落する方向に、あるいは人間性を育てない方向に教育を行っていきました。ですから今日本人が宗教という言葉を聞くと、冠婚葬祭ぐらいにしか思い出さないかもしれませんが、宗教というのは人間を育てる教育であり、人間を、ね、教育というのは、まあ、義務教育として、ね、小学校6年、中学校3年で終わりますけれども、しかし教育というもの、あるいは人間の成長というものはね、やはりこの世に生きている限りずっと続くものなんですね。ですからそうした価値というものを取り戻す必要がありますし、知っていただきたいのは、今ちょうどいい先生がおっしゃったようにですね、彼らは悪魔崇拝をしているんです。悪魔崇拝をしている彼ら、そして悪魔や悪魔崇拝者が一番嫌っているものは何かといえば、それは神仏です。あるいは神仏を信じる、あるいは神仏を仰ぎ立てまつる、神仏を信仰する人間が嫌いなんです。ですからですね、私は神も信じないし悪魔も信じないということを言って喜ぶのは、実は悪魔の勢力であるということも知ってほしいんです。ですから先ほども二択ですということを言いました。そんな奴隷精神を取るか、侍精神を取るか、あるいは心に刀を刺すか、それともその鎖で、目に見えない鎖によって縛られて生きるかということ、二択しかないんだということも言いましたが、それは言葉を変えると神仏を選ぶか悪魔を選ぶか、その二択しかないということもどうか知っていただきたいんです。自らの心の中に人間としての無限の可能性がみんなあります。これを仏教では仏性と言いますけれども、仏と同じ性質、悟りの性質と言いますけど、その可能性というものにですね、どうか気がついていただきたい。そしてそれに気がつき、どうかこの世の中を変えていっていただきたい。中央銀行制度と戦った大統領たちは次々と殺されてきた歴史があります。しかしですね、日本人が立ち上がって、一人死のうが二人死のうが、それでも前に前にというようなね、ような気持ちでやっていれば、絶対中央銀行制度をぶっ壊すことができるでしょう。そしてそれがかつてのこの国に生きていた私たちの先祖なんです。私たちは侍の子孫なんです。そういう人たちがいたんです。ですから私が言っていることを聞くとおかしく聞こえるかもしれないけれども、そういう国であるということ、そしてそういう国の中に生まれた誇り高い、日本人であるということを思い出していただきたいと思います。まあ、日本も1989年までは世界第1位の債権国家であり、そして GDP も世界第2位とアメリカに次ぐ規模まで復興したわけです。それ以後、1990年以後、どん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 経済も政治もまた社会も悪くなっていってる。気がついて今26年7年の間にですね、とんでもない痩せ細せた弱い日本になっているような感じがするわけです。だから年末つくづく感じたことに、街を走る車の数が激減してると、みんな車に乗ってないんだなと。そして地下へ潜れば地下鉄が満員だと。ということはみんな車に乗る元気がなくなったと、ガソリンを買う金がなくなったと、みんなそういう意味でですね、正規社員の時は車で走りまっとったが、非正規になってからは車にも乗れない、
少ない子どもの学費すら十分出せない、まあこういう家庭が増えたんだろうと思うわけです。それを全く政治は気づいてないということです。これはまあ国会議員も、都会議員も、府会議員も、区会議員も、市会議員も、町会議員も、村会議員も、すべての議員たちはあんまり気づいてないのではないかと。まあそういう意味で、これを変えるためには、やはり民間からそれらを改革してやろうと、革命的変化を起こしてやろうというような人たちが立ち上がらなければできない。まあそういうことで、翌日さんはそういう運動をしている方ですから、その辺の一つ今後の決意を述べて、ください。そうですね。まあ決意といったら あれですけれども、やはりもう日本人があまりにもですね、政治に関して、無関心になり、あるいは無気力になっている。ですから私はその己の欲望とかですね、野望でもって、言うのではなくて、実はですね、今初めてこれもお話しされますけども、国会議員のバッジをつけようと実は心の中では密かに思っております。それは欲望ではありません、野望ではありません。ただ中央銀行制度ということを考え、命をかけてですね、まあそこ長生きできるかどうかわからないし、別にそれが長生きしたところでどうということでもないので、途中で命絶たれることもあるかもしれません。しかしですね、それを国会議員のバチをもし取ってでもですね、それを中央銀行のことを言って、で私がたとえ道半ばでですね倒れることがあったとしても、それはまたそれでですね、一つのかつての侍たちが持っていた死して不朽の見込みあれば、いつでも死ぬべし、生きて大業の見込みあらば、いつでも生きるべしということにつながっていくと思うんです。この国を借金奴隷制度から解放することができるのならば。また私の好きな言葉に、物の人は死ぬことと見つけたりという言葉があります。これは肥後の国の佐賀藩、鍋島藩とも言いますが、の山本城長という方の言葉で、その方が侍の精神、物の不の心を語り、それを田代つらもとという方がですね、一つの書物にした。それが葉隠れであり、葉隠れの有名な言葉として、物の不とは死ぬことと見つけたりってあります。これはですね、犬死にせよということではなく、やはりですね、死を恐れることなく戦え、そして努力せよということであり、先ほどの吉田松陰の先生の言葉ですけども、生きて死して不朽の見込みがあれば死ねという、高杉晋作という方にね語った言葉ですけども、ですから生き死には度外視して、そういう気概でもってやっています。世の中の、まあ、ちょうどいい先生のこの JRP テレビジョンの中でも、国会議員、全員ちょうどいい先生がもうぶっ殺したいぐらいだなんてことをこうおっしゃってて、もうテレビで YouTube で見てて私も笑ったことがありますけれども、みんなやっぱり自我が欲でやりすぎだと思うんですよ。やっぱり自分のこととか、自分のこの世の名誉とか、そういったことでやっぱ国会議員のバッジをつけようと思うべきではなくてですね、やっぱり宗教精神ということを今日テーマにしてますけど、この世において小さくすることが大事なんです。何を小さくするか、それはですね、無視となり、無我となり、自分というもののそういう自我我欲というものを小さくしていくことが、これは仏教の基本的な精神なんです。そしてそういうこの世において自我我欲というものを小さくし、あるいは執着というものを去った中で残って出てくるのが慈悲であるとか、あるいは勇気であるとか、そうした心でありますが、こうした心でもってですね、やはりですね、中央銀行制度のことを考えているならば、これを訴えて、で選挙に出たり、あるいはこれを訴えて、私街頭演説してますけど、渋谷でガンガンこれやってるんですけども、やってる人なんかいないですよ。でいつ刺されても構わないという、先人たちがね、そういう生き方されたならば、先人たちに恥のかからない、かけない、気持ちを持ってやってますので、実はそういう決意としては、実はそういうのはあります。そういうところです。まあ命を張ってこの世を変えたいという、やはりこういう人が一人二人と増えることによって、
日本ももう一度この世界に対して大きな力を発揮することができるであろうという、わしは期待を持っております。ユーロシアの一員であると。